熊本市様は誰もが住んでみたくなる、訪れたくなる上質な生活都市の実現のために、自ら考え、自ら見直し、自ら行動する市役所の目標を掲げ、市民の皆様のために日々行政サービスの質の向上を図り、社会情勢や市民ニーズの変化に対応されています。そんな熊本市様では窓口改革にも積極的に取り組まれています。中央区役所区民課記載コーナーで運用中の専用タブレットで届け出書を作成する届出ナビシステム、その中で個人情報などの秘匿情報を非公開にして搭載できる QR コード SQRC をご活用いただいています。住民移動手続きでは、これまで市民の皆様に記載コーナーにて届出書を手書きで作成していただいていました。また窓口での手続きの際、申請の種類ごとに何度も同じ情報を書いていただく必要がありました。職員側の業務にも課題がありました。職員は窓口で手書きの届出書を受領し、本人確認、内容の確認を行い、届出を受理します。その後、内部の職員が手書きで届出書を確認しながら受記システムへ手入力します。入力作業に時間を要するとともに、入力ミスのリスクもありました。市民の申請作業の簡略化、待ち時間の削減と職員の業務効率化を図るために、 ICT を活用してタブレットで届出書を作成し、デジタル化した届出情報を受記システムへ自動入力する仕組みを構築することとなりました。開発にあたって利便性はもちろん、市民の個人情報を取り扱うためセキュリティの確保が必要になります。そこで独立したネットワークの間で安全に情報を連携できる連想ウェーブさんの暗号化機能付き QR コード SQRC の存在を知り、活用することに決めました。SQRC は情報を公開エリア、非公開エリアに区別してコード化できる進化した QR コードで、非公開エリアの情報は特殊設定をした専用リーダーでのみ読み取りが可能です。タブレット端末に情報が残ることもなく、システム内でデータの暗号化や複合化の機能を個別に実装する必要もないため、システムの簡素化にも貢献しています。届出書記入から住基システム登録、住民票反映完了までの所要時間を短縮でき、窓口の回転率が向上したことで市民の皆様の待ち時間を削減することができました。また届出ナビシステムには、転入や転居、転出等の住民移動届に関連した手続きについて市民の方の状況に合わせた案内を行う機能もあり、手続き漏れの解消につながっています。利用者の方を対象にアンケート調査を行ったところ、 84% の方から便利という回答をいただきました。職員もシステムへの入力の時間を削減でき、業務負荷の軽減と窓口対応力の向上を実現することができました。市民の皆様が利用しやすく、職員も働きやすい環境づくりにつながったと実感しています。
市民の皆様からは入力項目が一つずつ出てくるので紙と違って分かりやすいなどのお声をたくさんいただいております。職員視点では、届け出書がデジタルになって見やすくなったこと、職員が入力していた時に比べて、入力のミスが減ったことなどが挙げられます。その結果、本来注力すべき窓口サービスの向上に集中することができています。また市民利用端末と職員利用端末とは SQRC コードを使用して情報連携されるため安心して業務に当たれます。市役所業務の情報の根幹にあたる住民票作成の窓口としてはセキュリティ上のリスクを低減できてよかったと思っております。届け出ナビシステムは現在中央区東区で稼働しており、令和4年度には西区南区北区へ展開する予定となります。入力のしやすさに改良を加えながらより多くの市民の皆様にご活用いただければと考えています。デンソーウェーブはこれからも自社で培った技術を活用し社会の課題解決に貢献してまいります。